エンタメ業界を開拓し続けた男。フォークの神様として知られるシンガーソングライター吉田拓郎さん、井上陽水さんとともにシンガーソングライターのパイオニア、 J-POP とフォークの境をなくした人などと言われ、1970年代の日本の音楽業界に衝撃を与えました。今回は J-POP の元祖吉田拓郎さんについて簡単にご紹介したいと思います。吉田拓郎、1946年4月5日生まれ、現在74歳。広島県広島市出身。身長176センチ、A 型。楽曲提供者のペンネームに入江健を使っています。奥様は女優の森下愛子さんです。鹿児島県伊佐郡大口町、現在の伊佐市で生まれた拓郎さんは、その後谷山町に移り住み、谷山小学校に2年生まで通います。ちなみにこの時、歌手で俳優の西郷輝彦さんと同級生だったそうです。拓郎さんには兄と姉がいらっしゃるようですが、兄は名門ラサール高校出身。1955年にご両親が別居してしまい、母親は姉と拓郎さんを連れて広島へ。同年の4月から広島市立南小学校に転校。鹿児島時代は姉の好きだった歌謡曲をよく一緒に聴いていたそうで、後に拓郎さんに大きな影響を与えたと語っています。さらに、大学のジャズ研でピアニストを目指した兄が、長期休暇などで女性を連れて帰省していたことで、音楽に興味を持つようになったそうです。幼少時代から喘息持ちで体が弱く、うちにいることが多かったという拓郎さん。母親から本などを買ってもらっていましたが、ウクレレも買ってもらい、小学校の高学年か中学生の頃に音楽を始めたといいます。1962年に南高校に入学し、インストルメタルバンドを結成。拓郎さんはウクレレを担当しました。曲作りも本格的に始め、この頃の拓郎さんは好きな女性ができるたびに曲を作って渡していたそうです。今ではお宝になりそうですが、当時もらった方がどんな反応をしていたのか気になりますね。1965年、広島商業大学、現在の広島修道大学に進学し、カントリー&ウェスタン部と応援部に入部。中学時代の同級生と新たにバンドを結成し、ドラムを担当しました。同年の秋には初のコンサートを開催し、ビートルズのコピーの他にオリジナル曲も披露。そして、メンバーと上京し、渡辺プロダクションに売り込みますが、当時はグループサウンズブームも未到来の時代、当然相手にはしてもらえませんでした。この頃活躍していたのは、美空ひばりさんや坂本九さん、越路吹雪さん、美輪明宏さんなどといった方々で、確かに拓郎さんとは違うジャンルの人たちという印象ですね。大学2年の頃、コロンビア洋楽部が主催するフォークコンテストに単身出場。自作曲、土地に作するバカがいるを6弦のエレキギターを12弦に改造して歌唱。結果は中国大会2位、全国で3位という奮闘ぶり。平凡パンチという雑誌で和製ボブ・ディランと紹介され、広島で知名度が急上昇しますが、広島の音楽仲間からは、あれはフォークでない、広島を歌っていないと批判され、逃げるように上京してしまいます。有名になった拓郎さんへ嫉妬心のようなものがあったのでしょうか。そしてもう一つ、拓郎さんが不遇された事件があります。1967年、広島献身行動で開催された、
第1回ヤマハライトミュージックコンテストの中国地区大会のロック部門で優勝した拓郎さん。米軍岩国基地でも定期演奏をし、音楽の凄さを初めて実感したそうです。しかし、参加資格のないプロの演奏ということで抗議が殺到。課外楽器在籍のバンドだったので、そこにも抗議が来て、ヤマハの関係者からも全国大会の出場を取りやめてほしいと言われ、出場を辞退することに。翌年の1968年に同じ大会に出場し、中国大会で優勝。ボーカル・グループサウンズ部門で全国4位となり、雪辱を果たしました。拓郎さんの発案で作られたフォーク村。広島のフォーク団体3つから構成されたアマチュアサークルは、レコードも出していないのにリクエストが殺到する人気ぶりに。NHK 広島に出演したり、ラジオの中国放送で DJ を担当しました。ちょうどこの頃、激しい学園闘争が繰り広げられていた広島大学のバリケードに囲まれたステージで、イメージの歌を歌い、白いヘルメットをかぶった学生に取り囲まれたそうです。その後、仲間たちと自主制作でアルバムを作り、音楽活動を続けていく拓郎さん。1970年に、古い船を今動かせるのは古い水夫じゃないだろうを手売りで販売。しかし、エレックレコードがイメージの歌、マーク2を無断でシングルカットし、関東圏で販売。拓郎さんの猛抗議に音源を取り直すことになりますが、拓郎さんもエレックレコードからの説得で上京することに。上京後、拓郎さんは吉田拓郎名義で活動。しかし、思うように仕事ができず、オーディションなども落ちてばかりいました。イベントで知り合った後藤豊さんと1971年10月にアーティスト主体の音楽制作プロダクション、ゆい音楽工房を設立。11月には拓郎さん初となる楽曲提供もしています。1972年にエレックレコードから CBS ソニーにアーティスト兼プロデューサーとして移籍し、発売された結婚しようよはオリコンチャート3位、40万枚を超える売り上げを出し大ヒット。これがきっかけで今までのフォークの印象が変わり、普通の音楽として受け入れられるように。その後もヒット曲を出した拓郎さん。作曲の依頼も多くなり、歌手としてだけでなく、売れっ子作曲家として忙しくなりました。1973年に女子大生が拓郎さんに暴行されたと訴え、逮捕されてしまいます。しかし、これは女子大生の嘘と判明し、不起訴となり釈放されました。釈放の翌日にはステージに立ちますが、マスコミからのバッシングに遭い、ツアーは中止、楽曲放送も禁止、提供した曲も放送が禁止されました。1974年、森進一さんに提供した襟裳岬が日本レコード大賞を受賞。この受賞式に拓郎さんは上下ジーンズ姿で登場し、世間を騒がせることに。その後も、数々の楽曲を手掛けていく拓郎さんですが、井上陽水さん、泉谷茂さん、小室仁さんと共にレコード会社、フォーライフレコードを設立。これを機に、ひらがな、吉田拓郎から漢字の吉田拓郎に改名します。その後も多岐にわたり活躍していく拓郎さんですが、2003年に肺がんを患い手術をされていますが、さらに、2013年には慢性気管支炎の悪化により体調を崩しコンサートを中止。しかし、その後もアルバムを発売したり、ラジオの DJ としても活躍しています。プライベートでは、四隅恵子さん、浅田美代子さんと結婚・離婚され、今の奥さんとは3度目となる結婚のようです。
拓郎さんはラジオ界にも大きな影響を与えていて、拓郎さんのしゃべりが面白く聞き入ったというリスナーも多いようです。さらに拓郎さんの地元広島はアーティストを多数輩出していることでも有名ですが、その陰には拓郎さんの影響があると言われています。まさに名前に込められた故郷を開けにふさわしい活躍ですね。日本の音楽界だけでなく、ラジオ界、CM 界に大きな影響を与え、ライブアルバムを出したり、コンサートツアーを初めて単独で開くなど、今当たり前となっているエンターテインメントの先駆けとなった拓郎さん。ラジオで2021年の夏のツアーを最後に全てのステージ活動の終了を発表しています。寂しい感じがしますね。拓郎さんが悔いなく有終の美が飾れる状況になることを祈っています。以上、シンガーソングライター、そしてエンタメ業界を開拓し続けた男、吉田拓郎さんについて簡単にご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。